高畑勲って実は観客を泣かせようと思って映画作ったことって一回もないんですよね。日本ではアニメーションは観客の心を掴んでハラハラドキドキさせる方向に進化したと。そういうアニメは泣けるし感動できる。しかし私が作りたいのはそういうアニメではない。なんでこんなにこの高畑勲のですね、演出意図というのは伝わらないのかと。特に今回のですね、蛍の墓っていう作品がですね、文芸だからっていうのもあります。何を考えているのかわからない登場人物を読者一人一人がこの人は何を考えているんだろうかと考えて回答を出すのが文芸なんですね。だから高畑勲は蛍の墓を文芸アニメとして作ってるからですね、一人一人が考えて違う答えを出すように作ってるわけですね。